ちは。こんにちは。じゃあ。さあ、今日はですね、はい、スーパーカーテルのお一人でございます。ね、屋敷かなめさんにお越しいただきました。はい、今日はあれ、はい、なんかフェラーリかなんかに来た。今日はあの某国産車です。あ、国産車、ね。はい。なるほど。なんか久しぶりだな。去年、スタジアムでやってね、この話いただいて、あれ以来だよ。そうだな。呼んでくれんな。あ、そうだ。ちょっと負けたのに、今年上げてしまいましたよ。グラウンドの、やっぱ離れても、交流って、やっぱり毎年あるものですか？いやもうね、やってる仕事が違うから。違うんだよ。彼は、もう全然違う方向行っちゃってるから。いや、俺も行っちゃってるけど。YouTuber で。行っちゃってるかわかんないけど、まあ、ギリギリ野球にはこう、しがみついてるじゃん、俺。しがみついてないんだから俺も野球しがみついてる。そう、本当にあと払いするけどね。いや全然なんかしがみついてる感じがなくてさ、趣味が仕事になってらっしゃるんですね。趣味、この本をですね、すごいもう出版されたということで、これね、去年の10月に、第2弾なんですよね、出版しました。まあ中身ペラペラペラと昔の写真とね、今まで残ってるような上会社の写真、これはもうね、6年前に出したんですよ。これね、これもうなかなか手に入らない。なんでスーパーカーじゃなくて、SF なんで。ちょっとスピードが。いや、これね、もう子供の頃から好きだったんですよ、実はね。いや で、野球やめて、ちょっと時間ができたので、当時もう6、7年前、10年、15年ぐらい前からってことからね、600両ぐらいあったんですよ、日本に。まあ、今はちょっと減ってますけどね、解体されたりして。これ全部取ってやろうって。ええ、詳しい。すごい。これじゃないですか。何言ってんすよ。僕、あれですよ、鉄道文化人って呼ばれてるんだけど。鉄道文化人、鉄道写真家とも呼ばれてる。すごいですね。いや、例えば、その写真家、そういう写真家で飯はくれんの？飯はくれないですよ、こんな趣味の一環ですよ。趣味の延長。でもそんな感じは全く知らなかったけどね。でしょ？ユニフォームつけるときはね、上級者が好きだって誰も言わないんですよ。隠してた。隠してた。知らなかったでしょ。知らない。でも親父がなんかこういう写真を撮ってたっていうことは聞いてたけどね。違うんです。実は違って、俺が子供の頃に上級者を好きになりました。それで、まあ親父はね、カメラをたくさん持ってたのでね。まあ、家族写真中心に撮ってたんだけど、こんなに好きなんだったらじゃあ連れて行ってやるということで北海道に連れて行ってくれたり、それであの頃はもう夢中で女優会社を歌ってましたよね。ああそう。いやでも船に入ってさ、スーパーカーって言われて、トリオって言われて、蒸気機関車にしろよとか思わなかった。SL トリオとSL トリオとかあれね、遅いんですよ。遅いよ、遅いの。燃費悪いしな。燃費っていうかもうガソリン出してないからね、石炭と水ですからね、それはイメージわからないでしょ。あれ最初スポーツカートリオだった。そうや、あ、スーパーカーではなくて、そう、長嶋さんがスポーツカートリオって言った。違う。え、それで近藤さんがスポーツカートリオだと、うん、あ、ちょっと今風じゃないからってスーパーカーにした。あ、そうなんですか。そう、逆だと思うんですよ。違う、僕は近藤さんがスポーツカートリオと言って、うん、今時じゃないから新聞記者会とかだったら、がスーパーカーに変えたと。それが真相。それが真相。初めて知った。なんだよそれ。今まで知らなかった。でもスーパーカートリオ組んでた時は大変だったよな。とにかく走らなきゃいけないから。そうなんですよね。走らなきゃ危ないんだよね。ああ、壊れた幸運機とかって言われてね。そうだよな。走らないとですか。てめえらなんか幸運機より遅いわ。言ってた。そんな感じだよ。だから3人生まれて怒られたもんな、ね。お前今日は走らなかったら分かってんなって。3人とももう外すとか言われて。3人からですか。そうそう、どうするどうするっつってな。でもね、アウトになっても何も言われないから気が楽だったでしょ。あ、言われたか一回。3人ともアウトになった時にあったよね。俺が出て走ったアウト、加藤さん出て走ったアウト、屋敷出てもう走んなと思ってた走ったアウト3人アウト。黙っときゃもうノーアウト満塁だもんな。そうですよね。それは確かに言われて言ってただけだもんね。それは確実に入ってるよ、ね。あの時なんて言われたっけ。あの時言われました。言われましたよ。
押し入れって言っといて、アウトになったらね、なんかけなされますよ。いや、それはけなされるよな。3人が3人ともアウト、誰か成功すると思うじゃない。楽しかったよね。楽しかった、楽しかった。入門は YOSHIKI さんの方が早いん、はい、はい、あとね、3年早いんですよ。豊さんは大学卒業してからだから、あ、卒業してないの、そうだ、卒業してない、そこ、そこいいんじゃん、そこに行っちゃう、いや、でも、俺が入って、まあ寮だったね、まあ屋敷の寮にいて、トレーナー室かなんかいた、裸で治療を受けたの、マッサージとか、体見たとき衝撃だったね。どんな体でした？大学生にないぐらいの、やっぱこう、体脂肪がもう5ぐらいだったじゃないか、そうですね、一人ぐらい。そうだな。イチロー選手バリのってことですよね。いや、イチロー選手見たことあるの？ないですけど、散歩とか違う、全然多分ね、あのイチローよりは彫刻でホットみたいな形です。すごかったよな。いまだに大丈夫？シックスパック？いや、シックスよ、ビフォーブレイク。俺はワンパックワンパックノーパック、ノーパック何もないって何もちょっと言ってます、いいですか？いやいや、すごいよ、わすごい、いやいや、あのすごい、あのね、はい、これはね、あ、これが俺プロの体なんだっていうのが実感した。いや、これはなんかちょっとおかしくない？何がウエイトしすぎ？ウエイトはしてないんです、ね、いや、でもさ、屋敷さ、もうとにかく足速かったね。はい、でもこう話したときにさ、いや、僕ってあんまり足速くなかったんですよって、うん、怪我の巧妙でウエイトし始めてから足速くなったって言ってた。あ、それもありましたね、確かにね。だから元々の速さはもちろんあったとは思うけど、そんな特別な足は持ってなかったって。でもウエイトしたんでしょ？ウエイトしましたね。どんなことした？ね、サーキットトレーニングをよく、まあ、やらされてたかな、確かね、速いんですよ。そう、プロ入ってから、プロ入ってからですね。あとはもうやっぱりね、入団したときって、あんまりそのウエイト器具がなかったんですよね。はい、高校時代は、あの簡単に、セメント詰めてね、これ棒で固めて、バンバンとウエイトをしてました。自分で。いやいや、野球部がそういうの作った。野球部だ。俺は自分で、いや、自分で作ったのかなと思って。すごいですね。でも、当時のその、太陽のランニングコーチっていう人がオリンピックの強化選手に選ばれるぐらいの人だったから、すごい、いや、だから屋敷はもう野球やめさせて、はい、オリンピック目指させた方がいいんじゃないかっていうぐらい足速かった。実質の種目かなんかのね、あの、確かにね、でもすごかったんだよ。そうなんです。で、俺今まで例えばさ、自分が引退する、まあ選手の時もそうだけど、自分より足がこいつ速いんじゃないかって思った選手いる？ね、日本ハムに一人いましたね、川名。ああ、川名いたね。彼は僕より早かったと思います。ああ、そう。一緒にあのオフにさ、運動会で訳してやるじゃないですか。彼は出てこなかったのかな。彼の方が早いと思います。ああ、そう、それ認めるの？ああ、いや、俺は引退し、現役の時もそうだし、引退してからもそうだけど、屋敷ほど足が速いのまだ見たことない。今だにですか？ああ、っていう印象なんだ、俺は。だから川田も速かったのを覚えてるよ。でもね、屋敷の迫力があった。黒い顔してガーッと走るか違う。いやー、でもね、野生的なヒョウみたいな感じ。ああ、走り姿も美しいですね。いや、あんまり綺麗じゃなくて、どちらかというと前傾で、あんまり綺麗な方向だ。まあ、守備の時の方が早く感じたけどね。これは抜けたと思うのを取る時、うんうん、これは早いなとか思ったもん。びっくりした。なあ、自分でも抜けたっていうのを追いつけてたり。そうですね。無理かなと思っても、行ってみたら取れた。そうだな、ね。気持ちが乗ってる時はね。乗らない時は取らなかった。そんなことはない。そう、伊藤さん、僕ね、グラウンドで手を抜いたことは一度もないです。あ、あったか。あるだろ。ありました。あった。いつですか？須藤さんにね、須藤監督の時にね、もう完全にアウトなんですよ。タラタラタラって筋肉が、バッティン取れる。打って。うん、投げ上げろ。完全にアウトよ、かけろ。あの、途中で、ベースまで帰ってきたんです、アウトよくないから。で、ね、来られてね、バッティン取られてね、でね、1回目はもうそれで許してくれるのバッキング。2回やったんですよ、同じことが。倍取られたんですよ、バッキングは。いくら
3万6万やったらバイトだったら、まあまあ、まあ、いいことだな、ですね、まあ、あそうかも、とりあえず貸しとけと、まあ、完全にアウトじゃないですか、でもそんなこと子供に言ったら絶対ダメだけどね、そうですね、そういうところはあるもんな。俺はとりあえずベースはそう思うんだよ。一応ベースは、ね、ベースは一応ベースは。ベースの前で半分ぐらいで帰りました。帰ってくる。U ターンする。そこ U ターン禁止じゃない。そうですよ。看板立てとけばいいんですよね。そうそう。U ターンしたら先戻りじゃない。ちょっと回って、ベース帰ったら。怒られちゃう。怒られる。そんなことダメですよ。いや、分かってるし、誰もしないしないですね。今しないで。でも現役の時の性格って、豊さんから見た屋敷さんの性格ってどんな感じだったんですか？どう、例えばどういうこと？例えば、ブランドで自分に厳しいとか。マイペースだよ。あ、マイペースなんですね。B 型だし。大型。大型なの？嘘だろ。マジで変わった？引退して。変わったかもだよ。俺最初 B 型って言ってなかった。言ってませんよ。言ってないから。言ってないから。そうですね、記憶が。あのね、こう、自分の中で納得いくときと納得いかないときの差がやっぱ激しかった。納得いったときはガーッといくけど、納得いかないときは沈んだらちょっと長かったっていう印象があるね。そうですね。なあ。そうでもないですよね。で、それはね、技術的に到達してないから、こう低いところでいると悩んでいたことありますよね。僕ね、正直言うとね、本当に豊さんが入ってきてから、彼はね、すごくライバル視したんです。自分の中で、もう天才だったのかっていうところっていうのは、あんまり練習しない。あれ練習しない？しなかったな。余計なことしない。余計。物は余計。練習はしないで。腰痛めてた。そう。だから歯も練習できなかった。僕は健康だったから人一番練習しましたね。そう。いや、違う。僕はこうだなって言うとこでしょ。違いますよ。そこらは正直に本当に練習しました、ね、でもよく怪我したよね。怪我するんですよね。だから練習しすぎだよ。いや違うね。僕ねここ大型のイノシシでしょ。ガーッていくじゃないですか。で取れると思ったらとことん行くじゃないですか。で藤崎台っていう球場当時ねフェンスがコンクリートだったんだ。あれ激突したりね。でやっぱり年間何回も何回も通りますと、スタートできるじゃないですか。当時の横浜スタジオも、あ、カルチカルチな。今の選手ね、本当にね、羨ましいぐらい、いいグラウンドがあったじゃないですか。だって、剣が刺さらない。いや、違う違う。硬い。硬いの。もうコンクリの上だもん。コンクリの上にね、ちょっと人工芝居敷いて、それもね、10年近く借り替えなかったからね。あ怪我するし、体の衝撃が、はい、きますよね。僕、両腕手術してます、ね、あ、そうなんですか。肩も抱き合ってるし、肩も取り出してるかな。この時覚えてる。え、それ試合中バーッと取り入ったら、もうこう、なんていうの、なんかついちゃってさ、ハンファイトしたんですよ。ここで、ここから押したい。そのまま病院ですよね。で、その後に、はい、でもまあ、ガヤできるかって言って、ガヤで行かされたんだ。いや、俺がそうでやったこともあったよね。あったな。何じゃないですか。名古屋。あった、あった。あの、サードのレギュラーでね、はい、あのお仕事出られなくなったから、当時ね、小葉さんですね、小葉君。はい。よしき、サードできるだろ。あ、できますよ。何でもとりあえずできるよっていうか。負けすぎないで。はい。で、こう取った。で、ランナーチームからダブルプレーバーンって投げた。ユタクさんがセカンドでよくボール落とした。あとこう、大野手投げるボールは違うなって。俺、あれ、今だけ思ってた。どうで取ったの？やっぱね、内野のリズムと外野のリズムってずっと違って、外野手って取ったら、こう、パッとスナップスローじゃないんだよ。やっぱ体を使ってビョーンって投げてくるから、え、こんなボールみたいな。で、ちょっとスライドしてたのを覚えてる。それが取れなかったんですか、本当。だからやっぱりこう、癖っていうのはコンビじゃないと分かんないな。まあ、例えば屋敷が投げたボールは、大体スライダー回転で来ると思えば、そうもう分かっとるんだけど、初めてのゲッツーだよ。まるで初めての。なあ、ちょっとあれみたいな。そうそう、プロ野球史で初めて俺がゲッツー取れたっていうプレーだったの。
ああ、そうか。そうじゃないですけど、あれはよく覚えてますよ。ああ、そう。これはやっぱ地方の話になるからと思いますよね。やっぱりじゃあ、外野の方が。まあ、慣れたらね、慣れたらこうやってバッとこう合わせてくるような投げ方をしてくれるんだろうけど、やっぱ外野手ってとりあえず取ったら肩も強かったしさ、やっぱこう全力で投げるっていう、カット前に返したり、ホームに投げたりとかするっていう、やっぱこう染みついたものがあるんだよね。だから球は半端なもん。どういうバックホームみたいな感じで、下目が力強かった。やっぱ速かった球は。名古屋です。名古屋ね。はい。はい。